強すぎる、あいつ見た目以上に勘がいい。ベテランの野郎、せっかく強かったのに引っ込む気やしねえ。これだから公職は当たり外れがあって嫌いなんだよな。それにあいつの攻撃の特徴もわかった。あまりにバカみたいな火力で殴ってもガードされてしまう。だからそれ以下か同等レベルで殴れば簡単にダメージが通る。あとは攻防を繰り返すたびに強くなっている。おそらくそれがあいつの強さの根源。それが俺の強さを超えたら俺が死。エンドってことか。うまいねえ。しっかり考えられてるじゃねえかよ。これじゃあお前を一撃で殺すなんて不可能だわ。器用なやつだな。私の力量にぴったり合わせてくる。そうだな。俺が攻撃したら大体 1.1 倍くらい硬くなってるな。逆にお前が攻撃した後の次の攻撃は 1.1 倍火力が上がってる。こいつ上昇倍率を感覚で当ててきた。こんなやつ初めてだ。こいつは格が違う。昔戦った国とは桁外れの戦闘センス。まだ悪し剣矢だかい。君主やらが全開砲も控えているのに。いや、逆だ。まだ何も使っていない段階で倒す。こいつは強い。だが次の君主はこいつほど戦闘センスは高くないかもしれない。そこにかけるしかない。攻めたい。だけどごめんなさい、ごめんなさい。私がわがままなんて言って、あの時言うことを聞いていたらこんなことになんて。奏でをおとりにするかもしれない。私が本気で戦うのなら誰かがあの子を保護してくれないと。お前らの方が早かったな。奏さん、だって、早くここから逃げるよ。鉄火さん、無事だったんですね。話はあと、早くこっちに。あの女邪魔だったし、あれはベテランの仕事、俺の仕事じゃねえな。いいねえ、ロックだ。よくやったわ、鉄火ちゃん。これで思う存分戦える。女の顔面は殴んな。恨み買うわよ。終わらせる。危ないな。刃物突きつけてくんなよ。やばい女だな。知らないの。案外女は正当防衛が成立しちゃうものなのよ。相手が男ならなおさらね。過剰防衛どころか二階半じゃねえかよ。悪心境の連中よりイカれてんのな。地球防衛軍ってやつわよ。お前らと一緒にすんな。虫ズが走る。相手が危機感を持つ前に殺す。少しでも相手がやる気出してこられたら私の死だと思え。なるほどな。随分攻めてこねえと思ってたらあの女を気にして手を抜いてやがったのか。バカにするなよ。俺はそんな小賢しい方法で勝利を取るくらいなら今ここで自害した方がマシだってんだ。バカ力か。女に力負けだけはしたくないんでね。危なかった。もう少しで刀を持っていかれるところだった。私の矛盾を感覚で対応してきている。ここから冷静操作でしのいでいってあいつの上限まで耐えるしかない。負けるものか。はぁ、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 ちょっと止まって。ごめんなさい。でも息を整えたらすぐに走りますよ。はい、ご迷惑をおかけしてばっかりで。闇雲に走ったけど結構山の方に走ったわね。あんまり自分を責めないで。もともと悪いのは悪心境の連中なんだから。でも分かっていたのに、こんなところまで来たいってわがままを言ったから、カナさんや月下さん、放火さん、それどころか旅路の一般の方にまで多大な迷惑をかけてしまって。いいじゃない？わがまま言ったって、人生は一度きりなんだし、こうやって天の絵でいる間に両親に会うなんてこのタイミングを逃したら一生できない後悔になるわ。だから私たちはカナデさんのお願いを聞いたんだよ。悔いだけは残してほしくないから。私だっていっぱいわがままを言ったし、両親はそんなわがままを聞いてくれたし、周りは私のわがままを叶えてくれるようにすごく応援してくれてる。かなでさんってすごくお姉さんって感じするんだけど、施設でもみんなのお姉ちゃんやってた。はい、大体の方は小学生頃までには相手が決まりますからね。私みたいに20歳になるまで施設にいる方が珍しいですからね。そっか、ならうんとわがままを聞いてもらわないと。私も兄弟の中で一番上でね、なかなか弟、妹のことを考えたらわがままなんて言えなかったし、私がしっかりしないとこの子たちが好きな将来の道に進めない、って頑張ってたわ。だからどうしてもわがままが言えないのよね。ちょっと罪悪感感じちゃったりね。でもそういうのって、みんなが成長したら案外変わってて、長女の私がたくさんわがままを言ってもみんなが支えようとしてくれるの。かなでさんには放火さんや私たちがいる。聞いたけど四季家の養子に入れば私と姉妹になるのよね。なら余計にかなでさんは私たちにわがままを言うべきよ。でもその代わり、かなでさんも私たちの誰かが困っていたら手を差し伸べてあげて。それが助け合いじゃない？月下さん。はい、休憩終わり。せっかくだしこのままかなでさんのご両親のお墓に行かない？場所は聞いてる。いいえ、別
ですが私の家系は星読みという天の絵でも特別な家系でお墓もさっきの場所とは違うところにあるとは聞いてます。星読み。それ、もしかして道中で見たあれかも。やけに高い丘のところに一つだけお墓があったから。本当ですか？名前は知っていますので、お墓に掘られている名前を見ればわかります。それじゃあ走りましょう。ほうかさんが頑張ってるからあまり時間をかけていられないわ。はい。すごくいい景色。あんな綺麗な月を見たのは初めてかも。月下さん。見てきて、両親のお墓だったらいいね。私の両親の名前、お父さんの名前は天の絵かなた、お母さんの名前は天の絵せいな。名前しか知らないけど、二人がどんな容姿かもわからないけど。それでも私の大事な、お父さんとお母さんなんだ。せめて近くに、一度でいいから近くでお話がしたい。かなた、せいな、かなた、せいな、かなた、せいな。あった？名前があったよ。やっと、会えた。私の家族に、お父さん、お母さん、かなでです。と言ってもお互い姿はわかりませんよね。でも会えてとても嬉しいです。ずっと不安でした。けどなんでだろう。全然知らない場所なのに、どこよりも安らぎを感じるんです。お父さん、お母さん、見てて、私なりに、私のやり方で今までの思いを乗せて祈ります。星読みの天の絵、か。すごく神秘的ね。きっとこうやって天の絵の人たちの平和を祈り続けてきたんだろうな。ご両親との久しぶりの対面がこんな形でも報われる人がいる。救われ方は人それぞれなのね。かなでさんを見ていると思う。親はいて当たり前。そう思ってはいても、親がいない子からすればすごく幸せに見える光景。もしかすると私たちは日頃の幸せを忘れてしまっただけなのかもしれない。失って後悔する前にこの幸せを守る。そう選択肢があるのだから。かなでさんはこれから私たちの家族、ならこの幸せをこれから一緒に分かち合えたらいいな。なに？かなでさんの周りに光が。やっぱりお父さんとお母さんはここにいるんだ。今までにないほど安らかな気持ちで、それなのに体の奥底から生命力が溢れてくる。そんな感じがする。そうか、なんでこんな山奥に小さな町を作ったのかわかった。このエリアが天の絵一族の力を上げるパワースポットだったんだ。結果は霊峰さんがパワースポットだったみたいに、かなでさんはここが。いや、私もだ。真夏の月が見える丘、私も半分は天の絵。そういう意味では放火さんと同じ。そっか、ここが私のパワースポット。案外私は四季よりも天の絵の方向きだと言うのかもしれないわね。お父さん、お母さん、思いはすべて祈りで伝えました。お二人のところに届いてると嬉しいです。いいじゃない？わがまま言ったって、人生は一度きりなんだし、こうやって天の絵でいる間に両親に会うなんてこのタイミングを逃したら一生できない後悔になるわ。お父さん、お母さん、私のわがままを聞いてほしいです。今私をここまで連れてきてくれた放火さんが危ないんです。だから少しでも助けになりたい。どうか、私に放火さんを助ける力を。放火さんから聞いた、星読みの力でもし何かできるのなら、その力を。祈りなさい、星に、そして星の力を借りて共に戦いなさい。星から力を。星読みは星から力をもらい、谷を守る見技、そなたの波動が星に伝われば星はそなたに力を捧げる。わかった。ありがとう。どうか、私にお力をお貸しください。私の恩人を助ける力を。かなでさんから星型のオーラが、何をしてるの？何？この空から来る強い気配は？星の力を、ぶつけて、シューティングスター。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回も、お楽しみにー。